カレル・ブリュックナーは、チェコ出身のサッカー指導者、元サッカー選手、カレル・ブリュックネルという表記も見られる。長く、サッカーに関わり続け、2002年まで母国、サッカーチェコ代表のアシスタントを務めていた。1998年、ワールドカップ、フランス大会後のヨージェフ・ホバネツ監督時代、選手と指導者側との確執の溝が埋まらず、チームの統率に苦心していた。 その頃、パベルネドベドという突出した存在が、チームの絶対的権限を握り、これが因因となって、予選も敗退。注目された競合ながら、2002年の日韓 W 杯出場権を逃した。こうした内紛を収めるため、2002年1月、満を持たして、ブリュックナーが代表監督に就任。指導者として、頭角を表すのは、この頃からである。まず、 チーム改革を行った、彼はネドベドを説得、戦力として移流させた傍らでチームを統制するため厳格な管理を敷いて組織化を図った。2月12日のサッカーハンガリー代表戦の初采配を皮切りに、チェコ代表を熟成させていく。一方、ゴールキーパーのペトルチェフ、攻撃型のミラン・バルシュ、中央のヤンポラークら、新戦力となる選手を育成。また、 伝統となる小道を通すような成功緻密なパスサッカーに磨きをかけ、結果、得点力が格段に増していった。こうして2004年のヨーロッパ選手権大会では、期待通りベスト4の成績を残し、2006年のドイツ W 杯にはチェコ分離後初出場、分離前から数えれば、実に4大会ぶりの本大会出場に導く。本大会では上位進出が、 有力視されていたが、もともと選手層が薄い上に主力に故障者が、続出して力を発揮できずにグループリーグで敗退。しかし、それまでの功績が評価されたこともあって W 杯後、新たに2年間の契約延長となった。世代交代の過渡期で、戦力低下がささやかれていたが、2008年のヨーロッパ選手権の予選も無事に突破。 その本大会を最後に代表監督を辞任することを表明。本大会はスイスには勝利したものの、ポルトガルには敗戦。グループリーグ突破をかけてのトルコ戦では、試合終了15分前まで2から0でリードしていたが、その後3点を立て続けに取られ逆転負け。グループリーグを突破することは叶わなかった。ユーロ2008終了後に辞任。 2008年8月からオーストリア代表の監督に就任したが、成績不振を理由に辞任し、2009年3月18日に監督業からも引退を表明した。ありがとうございます。